こんにちは。今日はですね、新しく最近入ってきた商品をご紹介していこうと思います。で、この間入ってきたばっかりなんですけど、今ちょうど私たち2人が着ているこちらのシャツ、オープンカラーのシャツが新しく入荷してきました。で、このシャツはシティアンコルっていうブランドさんで、以前の動画でもちょっとのりこさんが結構説明してくださったんですけど、このスティアンコルっていうブランドさんで、カンクリーニっていうイタリアの生地を使ったすっごい肌触りのいいシャツです。本当に触った時の感覚、この手の感覚っていうか手触りが本当に全然違います。うん、違う。なんかこう触った時にハッってなる。あのいいのが、洗った感じがまたすごい良くなります。このショップで触る感じのちょっとノリの効いた感じと、何回か3回ぐらい洗った感じがむちゃくちゃいい、すごい心地いい。はい、本当に一度ぜひ触ってみてもらいたい、このカンクリーニっていう生地なんですけど、実はこのシャツの名前がオードリーっていう名前です。私がしていいんかな。いいです、いいです。申し訳ない。トゥースになるの。トゥースじゃないです。オードリーは多分皆さんオードリーって言われたらカスガじゃなくって、オードリーヘップバーン、ローマの休日でオードリーが着ていた服をイメージしてデザインしたのがこちらのオードリーっていうシャツです。で、本当にローマの休日を多分見たことがある方は多分すぐ、オードリーだって多分出てくると思うんですけど、オードリーはその時はなんか結構スカートをインして、なんか可愛いですよね。すごい可愛い。またちょっとこういうのとは違う感じで、もっとね、オードリーらしいキュッとウエストをベルトでキュッとして、で、ファーって広がって、で、なんかここスカーフしてとかって結構クラシカルな装いをしてたんですけど、まあちょっとオードリーに負けず、私たちもちょっと自分たちのコーディネートを考えてきてみました。私は、このようにワイドなシルエットのパンツを合わせてみました。結構このシャツ1枚でかなりレディーな雰囲気があるので、まあ、スカート合わせも可愛いんですけど、ちょっとカジュアルに落としたいなと思ったので、ワイドのパンツを選びました。で、このパンツもワイドなパンツなんですけど、割と生地もきれいめなので、こうカジュアルになりすぎない、ちょっと大人の上品カジュアル、カジュアルな装いになってかなと思います。カラシ色がそうで、黄色と白っていう、ちょっともう夏かなり。そう、あとここ巻くのもなんか結構おしゃれな感じでした。巻きなんかこれ真似しました。真似しろ。これはオードリーを真似しました。ここをまくって、結構丈が長めなのでまくってあげると可愛いかなと思って。丈長めですね。長いです。あと透け感も、そうですね、白いシャツは結構透け感があるんですけど、でもなんか透けるぐらいがまた女性らしさがあって綺麗かなと思います。私は多分これになんか麦わら帽子とかかぶってっていう夏はしたいなって思いました。ではじゃあのりこさんのですね、西髪はちょっと大好きなスカートを合わせてみました。私結構いつもパンツ派なんですけど、ものすごいスカートが大好きで、昔からこのギャザースカートが大好き で、ね、結構ギャザースカートをワンシーズンに1回は買うんですけど、履きこなせない今まで。いつ履きこなしてるの？そう、でも結構こういうカッチリしたやつとかで、オープンカラーで、結構顔は男前なので、私は結構こう平たくするよりちょっと上げる方が好きで、で可愛いのとかっこいいのを合わせるのがちょっとまあ40代も入ってきたので、こういう感じに合わせ、あんまり甘いのは
やっぱりちょっと NG かなって思うので、あそうですね、うん、結構ギャザスカートだと甘くなりそう、でもクラクラでブリブリになるのでちょっと痛い感じになってしまうかなと思うんです。私の顔立ちだったらもっとすごいブリブリも似合う人もいらっしゃるかなとも言えないんですけど、でもこうやって私は私らしくちょっと黒ベースで、ちょっとたっぷり控えめギャザースカートにこういうしっとりとしたオードリーを合わせてみました、うん、歩きたいですね。でもこのカングリーンは本当にいいので、いや本当にいいです。そう、触ってもいいし、でデザイナーさんも洗いざらしもいいんだけど、うん、やっぱりアイロンかけてパリに行っちゃうっていう、うん、そういう感じなので、私はギャザースカートとかパンツに合わせるけど、ジーパンとかでも、うん、全然いいと思います。1枚でかなりこう女性っぽくもなるし、すごい着回し抜きくアイテムだと思います。でまたこう年齢とかも幅広く使えるので、そうですね、と丈もそんなに、そう丈も結構しちゃうと全然はないので、で、はい、インでもできたりちょっとお腹周りも綺麗だとカバーできる感じかなと思います。ちょっとお試しください。本当におすすめです、ここのシャツは。はい、でなんか実はお値段も割とこう1万円台っていう、かなりなんか、うん、この素材でこの価格っていうのも結構魅力の一つだと思うので、ぜひオンラインショップの方でも購入できるので、はい、ぜひご覧ください。気になった方は以上です。以上です。ありがとうございます。トゥース